クロプック駅ハノーファー LRT は、ドイツハノーファーで運行されている、ライトレールと呼ばれる、全部で15路線。すでに19世紀末には、電化の路面電車網が整っていた。しかし、第二次世界大戦後に、さらなる輸送網の拡充が必要になり、1965年の議会において、地下路線を改作して、地上の路面電車網と接続することが決定された。 1967年より建設が着工され、1976年より運行が開始された。ハノーファーの都市交通は、路面電車、バス、鉄道を含め、大ハノーファー運輸連合の管理下にあり、そのうちバスとシュタットバーンは、ウストラという、市の管理する企業が運営を行っている。ハノーファー中央駅の近くを中心として、放射状に郊外へと路線が伸びている。 全部で15路線だが、中心部では A から D のアルファベットで4系統に区分され、郊外では目的地別に細分化されている。すべて高床式車両で運行されている。イギリス人工業デザイナーのジャスパー・モリソンが手掛けた1997年に登場した新型車両のデザインや沿線2800台分を有するパークライドやバリアフリー対応の施設等、 総合的な利便性の高さといった総合的なクオリティの高さが評価されている。ありがとうございます。